これから演じられるウツボザルは猿の役柄をお子さんが務める狂言です。ちょうどふさわしい年齢のお子様がいないと上演できないものです。今年の8月に5歳になった山本典光さんがこの猿を務めてくださいます。10月末に初めて演じ、今回が2回目と聞きました。5年前に典光さんが誕生されたというニュースを聞いて、密かに狂言鑑賞会でウツボザルを演じていただくことを考えておりました。今日のウツボザルは長期計画で実現したものと言えます。ウツボザルのあらすじを申し上げます。その前に曲名ウツボザルにあるウツボの意味を説明しておこうと思います。ウツボとは弓矢の矢を入れて背負う道具で、濡れるのを防ぐために毛皮などで覆うことがあったようです。登場人物は主役のシテが大名アドという相手役が太郎冠者、猿引き、猿の三役です。大名というと私たちは江戸時代の大名、つまり領地を治めた藩主、お殿様というイメージを抱きます。しかし狂言の大名とはそれより古い意味を伝えていて、地主という意味合いに用いられています。ウツボザルの大名は登場すると恩国に隠れもない大名と名乗りますので、本来は田舎に暮らしている大名だということがわかります。続いて長々在居いたせば心が屈して亜州ござるによってと、長い間都に滞在しているので気がめいっているとも言います。都にいる理由を言いませんが、狂言の大名は土地に関する訴訟で都にいることが多く、ウツボザルの大名もそんな状況であったのではないかと想像されます。そこで家来の太郎冠者を連れて気晴らしに野湯山野に遊びに出かけることにいたします。道中猿引きと出会い、猿の毛を自分のウツボにつけたいと思うのでした。それには猿を殺して皮を剥ぐことになるので、当然猿引きは断ります。この後の展開がどうなるのでしょうか。ウツボザルは3つの場面に分かれると思います。第一が、大名が猿の毛皮を入手したいと思い猿引きに矢を向けるといった緊張感に満ちた場面。第二に、猿引きが自分の猿を殺そうとしますが、どうしてもそれができず泣いてしまうと、大名もそれにつられて泣いてしまう場面。第三が、猿が芸を見せる場面になります。そこでどのような芸を演じるかは見てのお楽しみと申したいと思います。ウツボザルについて最後に2つ申し上げたいことがございます。狂言は室町時代に基礎を固めた喜劇とよく言われます。単なる喜劇ではなく、曲目によっては歌と舞が演じられるミュージカルと言える場合があります。このウツボザルは後半、猿が芸を見せる、そこは歌い、猿引きが歌い、そしてそれに合わせて猿が舞うというところですので、まさにミュージカルといえる曲になっています。もう一つ言えることは、世界各地で行われている仮面を用いる演劇や儀式に共通する仮面の役割とは、あの世からこの世を一時的に訪れる来訪者を可視化する、つまり見える化するということだそうです。ウツボザルの猿は子猿という仮面をつけており、これは動物が人間ではないという意味で、あの世からの来訪者の延長線上に位置づけていることになります。このウツボザルの子猿は、純真で、無垢で、妖精のような存在ですので、本当に人間ではない存在と言えると思います。
本日ご出演くださる山本藤次郎家は大変素晴らしい狂言を演じてくださることに定評があるお家です。また狂言面、狂言装束も優れたものをたくさんお持ちでいらっしゃいます。本日の狂言面小猿は江戸時代の名工とされる勇敢が作ったと伝わる 名品をお使いくださるそうです。隠れもない大名です。長々在居をいたせば、心が屈して、惜しうござるによって、今日多の遊山に上と存ずる。まず太郎冠者を呼び抱いて、断固をいたそう。いやいやい、太郎冠者、おるかよい。
かしこまってござる。いやのおのお、その猿は能猿かと仰せられる。いかにも能猿じゃと仰せられい。心得た。は、いかにも能猿じゃと申しまする。能猿じゃといるか。さようでござる。それならばいて言おうは、猿引きに初めて会うて、無心の言うはいかがなれども、ちと頼みたいことがあるが、聞いてくりょうかと言うて通ってこい。かしこまってござる。いやのおのお、猿引きに無心の言うはいかがなれども、ちと頼みたいことがあるが、聞いてくりょうかと仰せられる。猿引き連れに何もご用はござりますまい、去りながら似合いましたご用ならば受けたまわりましょうと仰せられい。心得た。は、猿引き連れに何もご用はござりますまい、去りながら似合いましたご用ならば受けたまわりましょうと申しまする。聞こうというか。さようでござる。猿引きに礼を言おう。ようござりましょう。のうのう猿引き。はあ、初めて会うて無心の言うたれば聞こうとあって古文に存ずる。これはお礼までもござらぬ。とろおかじゃこちへ来い。心得ました。いて言おうは、無心と一歩別なることでもない。何時も知る通り、このつけたうつぼをないない猿川うつぼにつけと思えども、いまだにあわしい猿の皮がない。見ればあの猿は毛の子だ、良い猿じゃによって皮をかせ、うつぼにかけたいと言え。かしこまってござる。いやのおのお、頼んだお方仰せられる。無心と一歩別なることでもない、あのつけさせられたうつぼをないない猿川うつぼになされとをおぼしめせども、いまだにやわしい猿の皮がない。見ればその猿は毛の子だ、良い猿じゃによって皮をかせ、うつぼにかけたいと仰せられる。はあ、はあ、御用と仰せられるはそのことでござるか。なかなか。これはいかなこと。それは殿様のご機嫌のあまりにおざれことをがな仰せられるものでござろう。真実の御用が受けたまわりたいと仰せられい。心得た。は、それは殿様のご機嫌のあまりにおざれことをがな仰せられるものでござろう。真実の御用が
受けたまわりたいと申しまする。それ引きは名護をもかることかと思わて、そういうであろうが、一年か二年かけたならば、あとはそのまま越えそうと言え。かしこまってござる。ののを名護をもかることかと思うて、そう言うてあろうが、一年か二年かけたならば、あとはそのまま返そうと仰せられる。じゃあすればご真実でござるか。なかなか。これはいかなこと。こなたの世を思うても見させられい。この猿は生きておりまするぞ。皮を剥げばそのまま命が失せまする。私もこの猿をもって神明をつなぐものでござる。いかにお大名でもそのような無体なことは言わぬものじゃと仰せられい。いやいやいや、いそれ引き。いやいや、あとは己にくいやつの最善なかすように言うて、諸侍に一礼まで言わせ、今さらかすまいということがおるものか。いやら、こなたもご人体でござるが、無体なことを仰せられる。この猿は生きておりまする。皮を剥げばそのまま命が失せまする。いかにお大名でもそのような無体なことは言わぬものでござる。己その連れを言うて、皮を貸さずはために悪かろう。ために悪かろうと言うて何止めさる。目に物を見しょう。それは誰が。身どもが。猿引きじゃと思うて侮っておしゃるか。似合いに旦那を持っておりまする。おそらくそのようなことにおせる猿引きではござらぬ。てい、とそういうか。とんでもないこと。悔やむおぞよ。何の悔やむものか。己たった今目に物を見しょう。いやの、おかしゃらいでの。いやいや、ならぬことでござる。やいまし、ゆけゆけ。いやいや、いたろうかじゃ。そこをのけ、猿引きどもに、いごろいてくよ。まず待たせられ。待てとは。物を言わさせられ。物を言わせいとは。猿の皮を貸しましょう。いや、おかしゃるまいものを。いや、貸しましょう。それはまことか。まことでござる。真実か。一丁でござる。よし、貸そうと申しまする。そのお手かなおうか。よい。はぁ、早お貸せと言え。かしこまってござる。さあさあ、はよ貸せと仰せられる。さてさて、お気の早い殿様でござる。何とお詫びことはなりますまいか。いやいや、それはならぬことじゃ。それならば、そう仰せ上げられてくだされい。あの大がりまたでいさせられましたならば、猿の皮に傷がついて、うつぼの御用に立ちますまい。
ここに猿の一ぶちと申して、ぶち一つで目の薄るところがござる。これば渋ってあげましょうかと申せられい。心得た。は、猿引き申しまする。その大なり方でいさせられましたならば、猿の皮に傷がついて御用に立ちますまい。ここに猿の一打ちと申して、無知一つで目の薄るところがござる。これわし打ってあげましょうと申しまする。いかようにしてなりとも、法要を貸せと言え。かしこまってござる。いかようにしてなりとも、はよう貸せと仰せられる。何とお詫びことはなりますまいか。くどいことをおしゃる。ならぬと言うに。それならばぜひに及びませぬ。ただいま打ってあげましょうと仰せられい。心得た。は、ただいま打ってあげましょうと申しまする。やいまし、こちへ来い。やいまし、何時畜生なれども、よう聞け。そちは小猿の時より飼い育て、いろいろ芸能を教え、今は何時が陰で神妙をつなぐところに、それがしが運こそつきたれ、京都異武京あれあれにござるお大名に出をおたれば、何時が川を貸せ、うつぼにかけたいとのおことじゃ。それを貸すまいといえば、あれ、あの大狩りまたをもって、それがしともにいて取らせらりょうとのおことじゃ。恥ずかしながら背に腹は変えられず、今何時を打つほどに、必ず草場の陰でもそれがしを恨み飛ばし思うてくれな。今打つぞ。
いろいろ芸能を教えてござる。中にもこの間船の労をすまねば教えてござれば、畜生の悲しさは今己れが目いのうする言葉存ぜいで、また礼の船こぐまねをせよということかと存じ、うつつえをもとって船の労をすまねをいたしまする。あの手意を見ましては、たとえ猿引きともにいて取らせらりょうとござっても、猿において打つことはならぬと仰せられ。心得た。は、猿引き申しまする。あの猿は小猿の時より飼い育て、いろいろ芸能を教えてござる。中にもこの間船の労をすまねを教えてござれば、畜生の悲しさは今己が目いのうするおば存ぜいで、また礼の船こぐまねをせよということかと存じ、うつつえをおっとって船の労をすまねをいたしまする。あの手意を見ましては、たとえ猿引きともにいて取らせられおとござっても、猿において打つことはならぬと申しまする。何というぞ、あの猿は小猿の時より飼い育て、いろいろ芸能を教えた。中にもこの間船の労をすまねを教えたれば、畜生の悲しさは今己が目いのうすることをわしらいで、また礼の船こぐまねをせよということかと思うて、うつつえをおっとって船の労をおすまねをする。あの手意を見ては、たとえ猿引きともいて取ろうとあっても、猿において打つことはならぬというか。さようでござる。それでな、なかなか。さて哀れなことじゃ。猿引きになうっそと言え、なうっそと言え。かしこまってござる。いや、これこれ、なうっそと仰せられる。いや、なになうっそ。なかなか。それはまことでござるか。まことじゃ。ご真実でござるか。一丁じゃ。あ、ひとえにこなたのおとりなしゆえでござる。猿に礼を申させましょう。それがよかろう。いやいまし、それでて殿様にお礼を申せ、お礼を申せ。何時
事にまで礼を言うわ。私にも礼を申しまする。いや申したろう冠者殿、めでとう猿に回せましょうかと仰せられ。はよう回せいと言え、回せいと言え。かしこまってござる。はよう回せいと仰せられる。心得ました。やいまし。それでて舞を舞え、舞を舞え。Thank you.
せの水よう覚えたことじゃその通りでござるな旅を待つやら続くと
か。どれどれそれがしもつっと出て、田を植えい、田を植えい。それそれ、まだうよ、まだうよ。それがしも、まだうよ、まだうよと。はあ。